海上保安庁大型巡視船巡航型弓張りが、いよいよ就役するとの情報を入手しました。今回は、この大型巡視船巡航型弓張りを中心に、尖閣や南西諸島警護について詳しく深掘りしていきますね。レールガン搭載すればいいけど、尖閣諸島での中国海峡局の動きが徐々にエスカレートしている、現実とフィリピンでの行動を見ると、日本にも、あの態度と行動を仕掛けてくると感じています。石原さんが尖閣を購入していれば違った現実が今あるでしょう。ガンの暴走でこのざまになるとは残念です。日本の海上保安庁では、今年2023年2月に浸水を果たしていた総トン数で、6000トン超級の巡航型巡視船の3番艦である弓張りが、この2023年11月30日に就役を迎えることの正式発表を行った。巡航型巡視船は、ヘリコプターを2機搭載する形式の大型巡視船としては、最新鋭の艦級であり、ネームシップであり、1番艦である巡航は、2020年2月、2名番艦の朝凪は、2023年7月にすでに就役済みである。一番艦である、巡航の建造費はおよそ172億円とされており、総トン数で6742トン、全長が約 140.0 メートル、全幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の最新鋭のもが、身型護衛艦とさほど変わらない規模艦とも言える。海上保安庁では、巡航型の前に、同様に、6000トン超級の大型巡視船として、四季島型、秋津島型、黎明型を就役させているが、これらは、基本構造に軍艦形式を採用しており、建造費用は高額であった。これ対して巡航型では、その基本構造は、民間の商船をベースとした形式が採用されており、建造費用の圧縮によって、ある程度の数を揃えることと、それによる南西諸島方面での対応力の強化の両面への対処が基とされている。南西諸島方面の警備体制の強化といえば、まず、真っ先に、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入の状態化が頭に浮かぶと思われるが、尖閣諸島を管轄区域としているのは、海上保安庁の中でも第11管区海所保安本部である。これに対して、巡航型は、今回の3番艦である弓張りも含め、3隻すべてが第10管区海所保安本部に配属されることとなっており、中国と対峙する最前線たる第11管区海所保安本部を強力にバックアップする配置だと考えられる。尖閣諸島を管轄区域とする第11管区海所保安本部には、同諸島専従の警備体制が、2016年2月、総トン数は、1700トンの1000トン型国先型巡視船10隻を集中配備する形を構築しており、小回りが利き、かつ、ある程度の長期連続出動にも耐える体制を敷いている。これら国先型巡視船に比して、はるかに、船体の規模で、大型な6000トン超級の巡航型巡視船等は、万が一の大きな非常事態の発生時にも、同時複数に対処することと、連続の出動時間が長時間に及ぶことを想定している。そのため、今回の弓張りも含め、巡航型の3隻と、四季島型の四季島1隻、レ、二名型の黎明と暁の2隻の合計6隻の6000トン超級の大型船が、第10管区海所保安本部に配属されることとなっているのだろう。第10管区海所保安本部は、都道府県で言えば熊本、宮崎、鹿児島にまたがり、海で言えば、東シナ海、八代海、太平洋、フィリピン海の一部にまたがる広大な区域を管轄下としており、南シナ海に通じる日本の交易路に直結している。昨今は、中国は、南シナ海の大半を自国の領域だとする主張を、実力をもって誇示する姿勢を強めており、フィリピンとの対立や、アメリカ軍機に対する同海域、及び、その上空での威嚇行動を富に激化させてきている。何しろ、中国は、今年2023年に国内で発表した地図に、これら南シナ海やインドと係争中の山岳地域を自国領だと表記する動きを見せており、こうした姿勢を今後も強めることはあっても、弱めることはほとんど期待できない。そうした現状を踏まえた場合、
海上自衛隊はもちろん、海上保安庁の強化も、日本にとっては喫緊の課題であり、話し合いによる平和的な交渉は継続しつつも、残念ながら、万が一の衝突への備えを怠ることはできなだろう。さて、今回の弓張りに話を戻せば、総トン数 6742 トン、全長約 140.0 メートル、全幅 16.5 メートルであることは前述した通りだが、機関部には4機のディーゼル機関を備える CODAD 方式が採用されている。この機関部の構成によって、弓張りは最大出力で 36,000 馬力を発生させ、最大速力は25ノット以上を発揮。その艦尾には、回転翼機用の飛行甲板と格納庫を備え、2機の回転翼機を運用することが可能となっている。弓張りを含む巡航型巡視船においては、搭載する回転翼機は、現エアバスヘリコプターズ社製のユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスが採用されており、これは大型の輸送、汎用回転翼機である。ユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスは、操縦者を含む3名の乗務員以外に、最大で24名もの搭乗者を収容できるスペースが確保されており、物資の輸送から救助任務にまで、幅広いよ。II タスは、陸上自衛隊でも4機が調達されているが、その用途は特別輸送任務に限定されており、皇族、総理大臣並びに、海外からの重要人物の移動の際に使用される機体となっている。今回の弓張りを含め、6000トン超級の大型巡視船6隻が第10管区海所保安本部に配備されることは前述したが、残りのこれらの大型巡視船は、秋津島が第3管区、2名型3番艦の朝月が第11管区に配備されている。こうした中で、今は第10管区海所保安本部に配備されている四季島が最も慣例の進んだ船舶であり、1992年4月に就役、総トン数は7175トン、全長は 150.0 メートル、全幅は 16.5 メートルと、海上保安庁で最大規模の巡視船である。四季島は、建造開始の時点では、世界の巡視船の中で、最も巨大な船舶であったが、現状では、中国海峡局の船舶2隻がこれを上回っているとはいえ、それでも、世界で、有数の大きさを誇る巡視船であることは間違いない。1990年に寄港された四季島であるが、これほど、巨大な巡視船が海上保安庁向けに建造された理由は、日本が行ってきた原子力発電所の運用を担うためという、その当時の政治的な情勢から生み出されたものだった。日本が自国の原子力発電所を稼働させた結果、そこで発生した使用済みの核燃料は、イギリス及びフランスの処理工場に送られ保管されていたが、年々増加するその使用済みの核燃料を再利用する手法が行われることとなった。そのために、イギリス・フランス両国に保管されていた使用済みの核燃料を、再度日本へと輸送する必要が生じ、その輸送には、万が一の強奪等のトラブルを防止するため、フランス海軍やアメリカ海軍の軍艦が警備を行うなどの対策がなされた。こうした状況下で、
ひとしの日本は、使用済みの核燃料の輸送に伴う警備任務を自前で行う必要に迫られ、従来の巡視船をはるかにしのぐ航続距離と監視機器を完備した船舶を建造することを決め、その結果、四季島が建造された。四季島は、1992年4月の就役の後、同年11月に実施されたフランスからの使用済みの核燃料の輸送に伴う警備に従事し、その任務を全うしたが、この1回限りで、その後は、使用済みの核燃料の輸送自体が行われなくなった。そのため、四季島は、大型巡視船として、通常の海上保安庁での任務に従事することとなり、今に至るが、就役から、30音に城が経過した2023年現在では、かなり老朽化が進行しており、今後晴れ、2名型の4番艦で代替される方向となっている。